皆さんこんにちは。時刻は15時30分を回りました。引き続きこのお時間は青原桃香が担当します。よろしくお願いします。あ、天気ごめんなさい、なんて言おうとしたかちょっと分かんなかったです千葉県のライブカメラご覧いただいていますけど、このお洋服の色と、ね、ぴったりな青空が広がっています。今日比較的気温が上がることは分かっていたんですけど、なぜか今日再びヒートテックを着始めてしまってすごく暑いです。なんか私のあるあるなんですけど、ちょっとこう冬の終わり頃からマフラーをなぜかつけ出したり、ヒートテックをまた着出したりしちゃうの分かりませんか？いらっしゃい。あ、終盤に、そうなんですよ、なんかもうそろそろ着れなくなるしなと思って追い込むようにまたなぜか着ちゃうんですけど、共感してくださる方いらっしゃらないですかね。あ、分かる方いたですよね分からない方も分からないですかね。今日はちょっと間違えました。あ、確かに朝は寒かったですもんね。うん、ただ現在は比較的過ごしやすいということで、あ、来ていらっしゃる方ヒートテック仲間いました、嬉しいですではいつも見ている公園も人はいそうですね。どうでしょうか。ヒートテックを着て公園に行くとちょっと汗ばんじゃうかもしれないんですけど、夏にヒートテック着たことあるんですか。でも私もエアリズムと間違えて着ちゃいます、これエアリズムの長袖も多分あるんですよね。夏バージョンのものを間違えて、ヒートテックと間違えちゃうんですけど、明日はそうですね、明日着るべきです。でも明日着るべき時に限って着ないんですよね。何なんでしょうねあ、可愛らしい光景が、何かしゃがんで見ています。何を見ているんでしょう。何かやっていますね。今日は月曜日ということですけれど、すごく賑わっていますね。ちょっとこう休日感も、あ、ワンちゃんがいたんですね。あ、いました。ワンちゃんお散歩している方が、あ、ワンちゃんじゃなかった、ごめんなさい違いました。あ、お子さんですね、かわいい。あ、頑張って。あ、かわいいよちよちしてますね。頑張って。いやー、かわいいですね。小さいです。あ、頑張って。転ばないように見守りたくなりますね。わあ、私もう小さい子、赤ちゃん大好きなんですよね。いやー、追いかけたくなっちゃいますかわいいね。今日は小さい子もお出かけしやすいお天気でよかったです。あ、歩く練習、芝生ですしいいですね。微笑ましいです。あ、ワンちゃんに向かって行ってるのではないですかね。さすがに自分と同じぐらいのサイズのワンちゃん、ちょっと怖いんじゃないですかね。ずっと見ていたいですね、残りの30分癒されますね。うん、でもその他にも周りにも人たくさんいらっしゃる感じですね。もう影もはっきりとしているので、日向はポカポカとしていそうです。風もそこまで強くなさそうですもんね。今日はお出かけ日和で、30分間癒し映像をお届けしたいです
私は全然それでも嬉しいんですけど、ね、やっぱり癒されますよね。ということで、ちょっとこれ以上見てしまうともう私が見入ってしまいますのでここまでにしていきたいと思います。ではこんな背景の中、お衣装の紹介をさせていただき、あ消えていくって思いました、はい、今日はトップス、そしてスカートがロッペピクニックさんです。こちら見てください。青空の色ということで、これは水色ですね。真っ青というよりか薄い淡い水色なんですけれども、とっても春らしいお色ですよね。あとはスカート、ちょっと細かいので、ね、画面を通してだと見えづらいかと思うんですけど、黄色いお花が散りばめられています。私これ菜の花に見えるんですけど、どうですかね、うん、黄色い小さなお花と、そして青色が、ね、春の装いですよね。とても彩りがあって素敵です。ありがとうございます。似合いますか。ありがとうございます。そしてアクセサリー、今日はイヤリング用意していただいています。触れると反射でよく見えるかと思うんですけど、こちらがキュイキュイさんのイヤリングです。こちらはですね、先にこちらの美獣がついていて、これはなんていうんですかね、ストーンというよりかはすごくこう透明感のある飾りがついているんですよね。透けたデザインとなっています。こちらもよりこう春らしさを、ね、出してくれているかと思います。ということで、最近春らしいようなお衣装が多くて私も嬉しいんですけれども、今日も素敵な衣装ありがとうございます。ピクニック行きたいですねこの格好ピクニックっぽいじゃないくないですか。なので皆さんもぜひこういった春らしい服装でお出かけしてみてください。ということで、ここまではお衣装の紹介していきました。